皆さんこんにちは、ブロガーの笠子です。これまで海外旅行60回以上旅してますけれども、いろんな人に聞かれるのは、危なかったことないんですかって聞かれるんですね。で、僕そんなに危険な目に遭ったことがないんですけど、一番というか、かなり危険というか、ムカついたというかっていう目に遭ったのはですね、フランスのパリですね。フランスのパリというとね、なんか治安が良さそうなイメージですけど、あそこね、あんまり良くないです。で、あんまりね、僕、パリあんまり好きじゃないっていうか、街並みとかは本当素敵なんですけど、ね、人がね、あんまり良くないですね。で、そのパリで、危険な目に遭ったという事例なんですけど、パリの大きな駅からですね、街の中心部の方に歩きながら、綺麗な街並みを撮影してたんですね。午前中、10時とか11時ぐらいだったと思うんですけれども、街並みを写真を撮っていたら、突然ですね、その前方の方から、すごい太ったババアが出てきて、でも太ったババアなんだけど、セクシーな格好してるんですよ。で、私を撮っただろうってすっごい剣幕で、こう言ってきて文句つけて、写真消せみたいなんで、カメラよこせみたいな、おーとかってやり始めて、もうふざけんなよと思って、このカメラ何十万すると思ってんだよと思って、そもそもそんなババアそこにいること知らないし、私は街並みを撮ってただけで、そんなババアいることも知らないし、あんたなんか撮らねえよみたいな話で、で、実際に撮ってなかったんで、いや、撮ってねえよっつってカメラ見せて、そしたらすごい気まずそうな顔してた。んですけど、どうもね、娼婦っぽい感じだったんですね。そのパリの駅近くのね、割と真っ昼まで、結構大きな通りで、娼婦がいるとは思わなかったんですけど、もしかしたら、そういうエリアに近いところだったのかもしれないんですけど、で、多分私を撮ったんだろうみたいなことで文句つけられて、もう本当にすごい勢いでカメラをぶっ壊されるんじゃないかっていう勢いでね、言われて、もう本当ね、それが何より一番危ない目っていうかね、もう本当ね、その写真トラブルって意外とそういうのあるんですけど、なんていうか、その撮っちゃいけないものを本当に撮ろうとして言われたっていう時じゃなくて、お前なんか撮ってねえよ、自意識過剰だバカ野郎みたいな時に言われたから本当にビビって、しかもね、その夜とかでもないし、そういう危険なエリアではなかったはずなんですけど、そういう娼婦さんっぽいババアに文句を言われて、カメラを危うくね、壊されるところだったというのが、一番危なかったかなっていうところかなと思います。フランスのね、パリというと素敵なイメージですけど、結構ね、治安が悪いところとかもありますので、パリに行く際は気をつけていただきたいなと思います。